追いついた横浜です。三田サイモン、サイモンのアタック、サイモンゴール下、蹴るバスケットカウト、はい、はい、ここら辺のマッチアップですね。そうですね、はい、昨日はリバウンド数では京都に分があったんですが、ここまでは横浜リバウンドも頑張っています。ベクトン行く、松井回していきます。久保田から、お松井少し長い距離ですが、スリーあったかもしれませんね。あのいい経験になってると思います、はいはい、9点差。さあうまくスピンムーブをしていって、ボールが決まりました。ライスアタック、サイモン、サイモンフェイク、さあミスマッチをうまく生かして、あパスにした。やっぱりアジャストされてますよね、よく決めました。ファイブと同じ5人がこのコート上立っています。一方の横浜は河村がこのスタートから立っています。さあ河村のアタック、オブロック、おー決まった。生原パス、アキチェンバース、まあ、少しミスマッチになっているところ、アキチェンバース、これシュートだったんですけどね、はい、まあ、こうした時に流れを変える一本を決めることができるか。ベクトン追いに行く、あー3回目、チーム3回目、ハーパー選手は個人ファウル、これで3つになりました。モリスから秋山です。秋山パス、松井がつく、森川パス、モリス、こういったところですね、に当たって松井からのパス、ライス逆サイド、ハーパー、ライスが打った、スリーポイント、これで同点。昨日はこの森川だったんですが、今日は京都の松井、素晴らしい成功率、おーベクトーン、個人で補っているところはね、なんとか、はい、はい、ありますけれども、逆サイド生原呼んでいますが、森川の3リバウンド、生原抑えてワンプッシュ、さらにはバスケットカウントです。やっぱりベクトン選手はこうケアしなくちゃいけないので、はい、このオープンサイドからもサイモンがスクリーンをかけに来ましたが、ライスアタック、アキチェンバスク、ミスマッチになっていますが、寺島、寺島選手続けてですね、クリーン使う、アウダ、アウダ中、アウダ中入ってきた、アウダの得意なところで、これも抑えられないですね、はい、そうですね、はい、さて山崎さん、はい、まあ、時間はかなり迫ってきている状況ではありますけれども、はい、まあ、京都としてはまずどういったところ修正、残り時間ですわずかですがしていきましょう。右ライス、アキチェンバースもいますが、スリーポイントを狙った、リバウンド、もう一度ライス、ライス強引に行く、ミスなく確実に行ければ横浜はこのアウェーの地で貴重な勝ちを手にすることができます。残り1秒7、寺島が狙っていきましたけれども、ここで試合終了です。